今回で12回目となった山口フォトコンテストは、山口地域の魅力の再発見と地域の暮らしをより豊かなものにと開催されています。作品展示期間最終日の3月20日に表彰状授与式が行われ、井上実行委員長の挨拶に続いて表彰が行われました。今年は山口地域で52作品、日本国内の部門で53作品、ウェブの応募の部門で15作品の計120作品ものご応募いただきました。山口フォトコンテストだけは1回も休まずに今年で第12回目を迎えさせていただくということになります。これも一人に皆様方のご協力の賜物というふうに感謝申し上げる次第でございます。おめでとうございます。今回初応募で 初入賞させていただきました。素晴らしい作品が多いのに選んでいただいてびっくりしてます。カワセミをずっと描く、はい、じゃあもうカワセミの動きも大体思いも、まあ思いも分かります。この度に思いがけない特選を選んでいただいてありがとうございます。まあ、たまたまですね、8月、去年の8月なんですけど、夕立が来て、その後に虹が出て、まあ、たまたま飛行機がですね、着陸態勢に入って、でちょうど来たので、まあ、なんとかせねばと思って、移したんですけど。セレモニーの締めくくりには、審査員の今井博子カメラマンによる講評が行われました。おめでとうございます。初めて今回ご参加いただいて、こちらの賞を取られた方、ここもいらっしゃる。飾っております。こちら山口地域なんとかせん、本当にもう写真の醍醐味のシャッターチャンスっていうものをすごく上手に捉えたお写真、このカワセミのサイドの高い緑色とオレンジ色、ここのコントラストもねすごく素敵に全体を仕上げられてる、要素になってるなと思います。虹とこの飛行機、そこのダブル、二重っていうところの面白さもね、このタイトルからはすごく感じることができました。虹の色とか空の青で雲のディテール、そういったものがすごくよく表現できてます。何を撮りたかったのか、何を伝えたかったのかっていうのが、よく伝わる写真になってるなと感じました。